腰の字ゆうちゃんです。今日はね、疲労回復の、ポイントについてお話しします。疲労にもね、いろんな疲労があって、まあ、体はいろんな組織があるじゃないですか。その中でね、大きく疲労には、4つの疲労があるんですね。1つが、脳神経系の疲労ですね。脳神経系で、もう1つが心臓ですね。心臓循環器系の疲労、そしてもう1つが消化器系の疲労で、最後が筋骨格系の疲労と、この主に、この4つの身体系統の疲労があるんですね。で、この、4つの疲労を解消するのに、重要なポイントとなるのが血液の循環なんですね。血液の循環になります。で、血液を循環させるにはどうしたらいいかというと、これ筋肉を柔らかくすることなんですね。筋肉を柔らかくっていうのは、具体的にどういうことかというと、収縮も弛緩もしっかり両方できるようになること、収縮力と弛緩力っていうお話を、別の動画で語っていますけれども、収縮も弛緩も両方しっかりできることで、それがポンプ作用となって全身に血液を運びます。そして全身に血液を運ぶことで、老廃物、疲労物質が排泄されて、栄養成分が各組織に充填される。そのことで疲労というのは抜けていくようにできているんですね。ですから、どの疲労であってもですね、筋肉を柔らかくすることっていうのは非常に重要なポイントになります。そのためにね、縦腰体操というのをね、お役立ていただけたらと思いますし、この動画で、Youチャンネルの動画でよく言っておりますけれども、自分で自分の体をね、よくさすってあげるっていうのはですね、筋肉を緩めるのに非常に、重要ですので、どの疲労であってもですね、なんか頭が疲れてるなっていう時であっても、なんかもうぐったりして、しんどいなっていう時であっても、お腹の調子が悪いなっていう時であっても、肩や腰が張ってしんどいなっていう時であってもですね、もうどこでもいいです。全身実はつながってますから、どこでもいいですから、さすりやすいところをね、さすって緩めるっていうのは、自分の疲労を回復させるためにね、基本にしてみてください。ということで、今日の話は以上ですけども、次回はさらにね、疲労回復についてのお話をしていきたいと思います。では。